スポーツでの膝の怪我を放っておくと重症化し、復帰まで長期間かかる場合があります。週刊健康マガジン、今夜のテーマは膝前十字靭帯の手術について。長崎大学スポーツ医学診療センターの中添先生にお話を伺います。膝には4つの靭帯があり、日常生活やスポーツ活動が安心して行えるようにそれぞれ役割を果たしています。4つの靭帯には、内側側副靭帯、外側側副靭帯、前十字靭帯、後十字靭帯があり、その中で特に前十字靭帯は膝が前の方にずれないように支える重要な靭帯です。この靭帯が損傷されると膝の不安定感が出現し、スポーツ活動が困難になります。そのためスポーツ活動を希望する多くの方が手術を受けます。手術は別の場所から腱を持ってきて移植する前十字靭帯再建術になります。大腿骨と頸骨に穴を開けて、糸や人工靭帯を通して腱を移植し、金属のスクリューやボタンで骨の表面に固定します。術後は膝関節をしばらく固定し、徐々に曲げ伸ばしや体重をかけて歩く練習を始めていきます。靭帯の成熟には1年から2年かかると言われていて、手術をしたらすぐにスポーツ復帰できるわけではありません。術後は適切なリハビリテーションが必要です。怪我をしない体作りはもちろん、少しずつスポーツの動きを習得しながら、最終的には8ヶ月から9ヶ月程度での復帰を目指します。怪我が一度起こってしまうと後戻りできませんが、しっかりと治療を行うことで安全なスポーツ活動を続けることができます。膝に強い痛みを感じたら整形外科専門医を受診し、一緒に治療をしていきましょう。週刊健康マガジン、次回はストレスチェックで職場をチェックについてお送りします。